こんにちは。今日はリクエストのあった風水の話をしたいと思います。その前に今日のお茶をご紹介しましょう。はい、今日はこちらのサングリアを入れてみました。サングリアは赤ワインで作るのが一般的だと思うんですけど、こちらはノンアルコールで美味しく鉄分を補給できて、ビタミン C もたっぷりで甘いのでとても美味しいです。ぜひ皆さんも好きなお茶を用意してリラックスして聞いてください。はい、そして風水の話をする前にとても大切なことがあります。それは以前もお話ししたんですけれども、家に表札をつけることです。表札がない家は人が住んでいないという意味になってしまい、どんなに風水を実践していても効果が薄れてしまいます。表札については動画を出しているのでよかったら見てください。我が家は今年福岡に帰省した時に神社で表札の払いもしていただきました。撮影が OK だったので少しその様子をご覧ください。で時間は15分くらいでしたが、自分の気持ちも引き締まりましたし、引き続き表札を大切にしていきたいなと思いました。はい、でやっと風水の話なのですが、私は賃貸物件に住んでいるので東西南北方角や間取りを気にせず、自分が取り入れやすいことを実践しています。何から何まで取り入れるっていうのは無理だし、続けやすいこと、自分のライフスタイルに合わせて実践するのがいいと思います。風水というのも信じる信じないは人それぞれですが、私はやらないよりはやった方がいいと思っていて、実際に風水のおかげで運気がアップしているのも実感しています。ではまず玄関で私が気をつけていることですが、良い運気は玄関から入ってくるとされているので、一番大切なのは掃除です。掃き掃除や拭き掃除、時には玄関を清めるために塩水で床を拭いています。靴も出しっぱなしにはしません。我が家では宅配便を受け取ったり郵便物を取りに行くためのサンダルが一足あるだけで、常に玄関はすっきりさせています。と良い運気はいい香りに吸い寄せられると言われているので、玄関にはいい香りの芳香剤を置いています。私は実践していないんですけど、玄関マットを置くことや生花、お花ですね、それを飾ることも良いとされています。次にトイレです。トイレも一番大切なのは掃除なんですけど、便座の蓋を必ず閉めます。これで悪い気をシャットアウトします。そしてトイレには緑のものを置くといいと言われています。私は空気をきれいにする人工観葉植物を置いているんですけど、緑のタオルや絵でもいいと思います。玄関マットと同じでトイレマットもあるといいとは言われていますが、私は不衛生な気がして使っていません。で続いて洗面所です。まずは鏡ですね。鏡が汚れていると運気をダウンさせてしまうので、やっぱりここでも大切なのは掃除です。洗面ボールも使った後はタオルで水滴を拭いておけば美容運がアップすると言われています。あと私は時々排水口に塩水を流してお清めをしたりもしています。次にお風呂ですが、ここでもやっぱり大切なのは掃除です。排水口に髪の毛や水垢がたまると水の流れが悪くなり、運気の流れも悪くなります。あとはその日の厄をその日のうちに洗い流すという意味でも、夜は必ずお風呂に入るようにしています。次にキッチン。ここもやっぱり掃除が基本なんですけれども、キッチンには水と火があるので、特に両方きれいにしておく必要があります。水回り、ひまわりというのは特に大切かなと思います。
と包丁を出しっぱなしにしておくと良い縁やお金との縁も切れると言われているので、使用後は必ず引き出しに片付けます。冷蔵庫の扉には写真やプリントを貼らない方がいいです。人との仲が冷えてしまうと言われています。続いてリビングですが、私は朝はカーテンを開けて太陽の光を取り入れ、窓を開けて空気を入れ替えます。新鮮な空気や光を取り込むことで運気は上昇します。あとクローゼットや寝室で私がよく除湿器をつけているのも少し風水と関係していて、湿気がたまると悪い気が発生すると言われているのでこまめに換気をします。寝室はエネルギーを充電させる場所なので、寝具はこまめに洗濯して、ここも朝必ず空気を入れ替えます。はい、そんな感じでまだまだやった方がいい風水っていうのはたくさんあるんですけど、私が気にかけてやってるのはこんな感じです。まあ、でも結局は掃除が全てなんじゃないかなと思います。不要なものを捨て、部屋を片付け、掃除をすることで運気は確実にアップします。健康運も仕事運も金運もアップしますし、何より家族が仲良く円満に暮らせると思います。まあ、でもいきなり家中を掃除するのは大変だと思うので、まずはどこか一箇所からでもいいので片付けて掃除して、徐々に全体の運気をアップさせていってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。